前です。11レースの発走でございます。ランプが消えます。スタートまでは3秒前。11レース準決勝スタートしました。最終班山田遅れを取りました。5番の加賀谷が好スタート。そして20メートルは真中斉藤と枠なり。まずは1番の水口がレースをリードします。バンダがかなり近いところにいます。3番手に真中、そして斉藤がその内を狙いますが入りきれない。最終班からは加賀谷森、そして浦田山田の並びになっています。先頭水口、追いまして2番のバンダがこの2周地コーナーで先頭へと駆け上がっていく。先頭バンダに変わりました。2番手は水口、さらには真中大輔がくるっと小回りから上位浮上をかかっています。さあ間を終わるのか。この3コーナーややバイクを引く形になりました。4番手に斉藤、そして6番の森を攻めに行くのは浦田慎介。森が先に攻めていけるか。いやまだいけません。浦田もなかなか動くことができません。残りは4周回。2番のバンダのペースであります。3番手以降が大混戦だ。6番の森が活路を見出すか。この3コーナーで道を見つけるのか。5番の加賀谷を捉えた6番森和幸であります。浦田はこの4コーナー立ち上がりではまだ7番手。残りは3周回。前が固まっている。まだ6番の森は5番の加賀谷をさばきません。逆に6番森を抑えながら5番の加賀谷が、さあこっからインコース突き抜ける。 3,4 コーナー加賀谷が2番手に上がってまいりました。ちょっと曲がりきれないか。それでもバイカー戻ってきています。先頭バンダ、2番ダー5番の加賀谷、そして3番手内を攻めて6番森和幸。浦田はまだ中段だ。いくらなんでも浦田慎介でも残り1周半ではちょっとこれはもう優勝戦はない。3コーナーから4コーナーに向かっています。先頭バンダ、5番の加賀谷が2番手からアプローチ。残り1周フルフラッグ。さあ攻める攻める。5番の加賀谷が先頭に上がっていく。ちょっと膨らんだ5番の加賀谷。もう1回インコースからバンダ、6番の森が3番手から接近。最終コーナーに向かっています。開けていく5番の加賀谷、2番のバンダを5番の加賀谷まくり切った。森が今度は3番手から突っ込んでくる。勝ったのは加賀谷拓也。最後は払い戻し金です。2連勝短式5番6番3900円12番人気、2連勝複式5と6の組2490円8番人気、3連勝短式5番